はい、今日もエマチャンネル見てくれてありがとうございます。今日はね、函館市の釜屋町つのに新しくできたね、あずきの花っていうね和菓子屋さんに行ってみようと思うんだけども、なんかね、できたばっかなのにすごい人気があってね、開店してすぐに、まあ、完売になっちゃうっつうんだよね。開店がね、まあ、9時ってことなんで、9時前に着くように出かけます。でね、函館の恵山っていう方へね、まあ、向かう海岸線を走っていくんだけど、まあ、ずっとね、海沿いっていうかね、あ、ここね、ここをね、左曲がるんでね、この上の方になんか介護施設があるみたいなんだけどね。まあそういうね、ここをちょっとね、細いけど登ってってちょっと行くとね、この左側にあの見える建物、ここが、まあ、お店だね。お店到着、まあ、車もね、4台5台ぐらい置けるのかな。まあ広いよね、見てわかる通りね。あのね、左の奥の方がお店なんだよね。ここから入っていくんだけど、お店はね、まあこじんまりしてるけど、こんな感じね、なかなかほらね、こんな感じで、ね、なんか綺麗な可愛い和菓子がパンで ね、まあ、いろんな種類がある。これどら焼きかな、どら焼きね。ということで、まあこんな感じで、こんだけ噛んで買ってきたんだけど、これ綺麗だよね。なんかね、なんだっけ、琥珀糖っていうの、まあ、反対だよ、琥珀糖っていうの、これはね、なんだっけ、いちごだよ。で、これはどら焼きだ。やっぱいちごじゃない、うさぎのね、なんか絵が描いてあるよね。あ、小豆の花ってこういう字みたいなね。まあ、ということで、ね、まあ食べてみたけど美味しかったです。ということで、今日はこれでおしまい。じゃあまた、あ、チャンネル登録お願いします。なかなか可愛いよね。